長めのお店を紹介ということでお伺いしたのですが、野田屋さん、一体何のお店なんでしょうか？当店はですね、和菓子と洋菓子を専門に販売しているお菓子屋になってます。お店の歴史でいうと随分になるそうですね。そうですね、祖父の代からで、56年ほどと聞いてます。祖父の代は和菓子で、父がこう洋菓子を勉強して帰ってきたと、はい、聞いてます。その中でもこちらのお店和洋いろいろあると思うんですが、看板商品というのはどういったものになるんでしょうか？当店どれも美味しいかなと思うんですけども、フルーツ大福ですね。季節のフルーツ大福、今は、香川県産のブドウを使った大福だったりとか、シャインマスカットを使ったブドウ大福ですねとか、大粒の栗が入った栗大福だったりを販売してます。でも3代目もかなり修行されて今お店をされているというふうにお伺いしたんですが。そう、はい、そうですね、歴でいうと、学校生活を入れると8年目程度になるんですけども、昨年ですね、全国のコンテストで日本一にならせていただいたりだったりとか、いろんな賞をいただきながら少しずつやってます。ということは3代目の作ったお菓子も気になるところなんですが、何がおすすめですか？そうですね、基本的にこう、 うちの職人皆さんで作ってるところではあるんですけども、上生菓子ですね。今はハロウィンのものだったりとかを、ちょっと作ったりもしてます。これから年末に向かってクリスマスになるんですけれども、クリスマスケーキなんかも出たりするんでしょうか？はい、当店はですね、クリスマスケーキも、ご用意して、はい、皆さんお待ちしています。3代目、これからのこのお店の抱負っていうのは何かありますか？そうですね、これまで通り、地元の方に、愛されながらも、より、皆さんにこう当店のお菓子を食べていただけるようなお店作りをしていきたいなと思ってます。そして野田屋さん、実はイベントを計画されているというふうにお伺いしたんですけれども、どういったイベントなんでしょうか？そうですね、10月の22日のですね、日曜日に、仁王町の松ヶ谷さんというところでですね、で行われるマルシェに、ご招待いただきまして、そちらに出展させていただきます。その日は普段は手に入らないような珍しいものも出たりするんでしょうか？そうですね、当店は、いつもお店売りで販売している、栗大福だったり焼き菓子なんかも持っていきますし、あとは、目の前でですね、自分が、お客様から選んでいただいた練り切りを、作ってその場で販売するっていう実演販売を計画しています。いろんなお店が来られて楽しいマルシェになるようなので、ぜひ多くの方に来てもらえるといいですよね。そうですね、他にもこうね、革のお店だったりとか、いろんな種類の方が来られるので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。野田屋さん3代目も加わって、また新しいお菓子もどんどん出るということで、これからの活躍楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。